市の人、市役所の人に聞けるんですかね、こういうの。ちょっと僕も地元なんで、ちょっと謎を解明したい。僕もね、ほんまこういうの知らなかったね。動画では分かりづらいと思うんですけど、ちょっとね、あっこは平地になったんですよ、この部分だけ。こうスロープな感じで、坂に降りていく、多分入り口が多分あったんでしょうね。うん。なんかあるよ。小屋みたいなのが、下に。あ、そうですよね。手つけてない。行けたらいいんだけどね、ちょっと。1876年、アモイから寄港したアメリカ海軍の船内からコレラが広まり、日本国内で爆発的な流行となった。その当時、コレラは未知の病であり、治療を施す余地は少なかったということもあり、1878年頃から日本各地で理病院の設置が始められ、患者の収容隔離体制が整えられた。第二次大戦が終わり、公衆衛生が飛躍的に向上すると原生病患者は激減。そのため非病院は次第に廃止されていったのだった。今回はその非病院、非病小屋があるということで探索することにしたのだった。はい、今日来ているところはどこでしょう。倉敷市の黒崎っていう地域、まあ、玉島の黒崎っていう地域なんですけど、はい、こんにちは。はい、というわけで今回のスペシャルゲストはこちらの方ですね。ちゃんけブログのちゃんけさんですね。倉敷出身ということで、今日もよろしくお願いします。まあ、今目の前見えるのがこっち山と海なんですけど、ここはね、玉島から吉島とか笠岡に続く海沿いの道です。はい、結構入り組んでる道なんですけど、すごいな。まあ、今ね、車来ました。あ、これも来ましたけど、なぜね、今日ここに来てるかって言ったら、見てわかるように、グイーンとね、さっき多分車通ったと思うんですけど、魔のカーブって呼ばれてまして、決して別に事故がめちゃくちゃあるっていうのカーブではないんですけど、今僕が今立ってるこの場所、階段がありますよね。この下に昔病人小屋といって、6畳ぐらいの小屋がありまして、そこにもう、まあ、こんな言い方したらですけども、もう治療ができない、治療されない、また飢え死にしてご飯も食べれない人がここにね入っていて、数々の人が死んだという小屋があったそうなんですよね。この道通るんですけど、知らなかったんですよね。まあ、今こんな感じになって、まあ、こっちどうなんですか、ちょっと見えないですけど、どんな感じですか、こっちくぼみになってるね。でもあれ、なんか建物があってもおかしくないような風景、わかるかな。平べったくなってるじゃん、ここだけ。ああ、確かに。だから低くなってるとこっていうのは、そうだね、あっこにだからあったわけですよね。うん、その急斜のとこ、坂のとこはね、さすがに建物できないんで、動画では分かりづらいと思うんですけど、ちょっとね、あっこは平地になったんですよ、この部分だけ。イニシャル G ですよね。うん、もうキルキルキル言ってます、うん、見てください。すごい、あれな、目の前山なんかあるね、もっこりしますよね。これこの部分だよね、絶対。そうですよね。手つけてない。行けたらいいんだけどね。ちょっとでもだいぶガクンと落ちてるからね。ちょっとこう多分段差がありますよね、そこ。ガーンと1メートルぐらいの。あの魔のカーブって呼ばれてるところに行ってみましょう。
こも行きました、また。でもこんな感じでカーブなんです、急カーブなんですけど見通し悪くないんで、うん、多分飛ばすんですよ、うん、まあ夜だからあんまり見えないっていうのもあるんですけど、うん、プップ言ってるね。ましたね、クラクション、うん、この中なんかある、あるよ小屋みたいなのが下に。あ、これは絶対意味があるよね、多分昔じゃないですか。そう、その当時のこういうのが多分あっこもなんか、うん、でしょう。だってなんかあるね、ある、なんかあるよね。うん、あ、こっからも降りれるようになってますね。あ、でもなんか謎な感じですね。そうですね、進めないですね。これ見てわかると思うんですけど、なぜこの何もないところで柵をしたのかっていうのが僕気になるんですよ。うん、こうだって普通なんか上取ったら柵すじゃないですか、うん、この柵向こう、向こうにもなんかある、柵みたいな変な見える、あれ何なんですか。あるよね、ほら、あー建物、あー、なんか道があったんだろう、ここに絶対道というか、あー、そこの関係、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、多分こうやってここのこうスロープな感じで坂に降りていく、多分入り口が多分あったんでしょうね、うん、今このちょっと鉄のね柵してますけど、ごっついな、あ、ここから降りれるようになってたんじゃないですかね。70年以上前のものだけど、ほら残ってると、もしかしたら何かしらまた手がかりがね、うん、昼間行ったらあるんじゃないかな。ちょっとね、行ってみたいと思ったんですけど、夜ちょっとね、全然見えないで、足元がちょっとね、怖いっていうのと、うん、カーンとね、低くなってるんで、僕らさっき歩いたとこはちょっと緩くなってるんですけど、ここはストンとなって、ストンとなって、多分ね、この感じの、あのね、柵がやっぱ気になりますね。うん、ちょっとこれは、次回謎を解決してね、市の人、市役所の人も聞けるんですかね、こういうの。あ、いけるよ、全然。教えてくれると思う。ちょっと僕も地元なんで、ちょっと謎を解明したい。僕もね、ほんまこういうの知らなかった。やっぱね。興味あります?あります、あります。これさっき僕らが見たあの柵ですね。これが本当だ、ある。でこの降り口降りてって言ったら、まあ石段のね坂があって、さっきので多分もうちょっと、あのここの降りたところに多分あるんですかね、穴みたいなのないか、違うかな。ちょっとね、この写真では小屋か、僕も部屋かなと思ったんですけど、何これ、ちょっと意地か部屋かわからないですね。なんかあるんだろうね。でもこれどこ繋がってんだろうな、ここのね、ここがこっから多分今草が茂って通れないとこになったんで、どっかあるんだろうね、なんか、うん、こっから先、まあこの辺の田んぼなんですけど、隔離施設とちょっとね、はい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。